はい、今週は YouTube 配信しようと思ってます。先週サボっちゃったんで、今日はちゃんと配信します。まずは、この僕が着てるシャツ、このパインヘッドアロハシャツなんですけど、もう去年も作ってるんですけど、今年はこのちょっと変わった、まあ、フェードっぽいグリーンと、ちょっと濃いめのネイビーっていうのを2色を作ったんですけど、一応これが、もう今日発売してるのかな、今日の昼12時から多分発売してると思いますので、まあ、半袖と長袖があるんですけど、どっちもそんな感じはないので、まあ、このシリーズ気に入ってもらってる人いましたら、ぜひぜひ、ご注文いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。インスタグラムの方ではもう告知してあるんですけど、7月の15、16、17日、3連休なんですけど、その3連休の間にちょっとポップアップストアを開催しようと思いまして、今回のポップアップストアは、まあ、神奈川厚木方面の方から、ナインティーンマイルさんっていうブランドで、なんて言ったら、クリアーの樹脂でバラが入ったドクロのシフトノブを作られてる、まあ、見たことある人いっぱいいると思うんですけど、安倍さんって方、まあ、バイクも超かっこいいんですけど、その人がまず、出展してくれるっていうのと、666チョップって名前で、なんていうのかな、デンバースタイルの超長いロングフォークを乗っているデビルチョッパーっていうクラブの格なんですけど、遠藤くんっていうんですけど、その方、なんていうのかな、フォークジョイントとか、まあ、4インチの例えばジョイントパーツだったりとか、三三のジョイントも作ったかな、ちょっとすぐ使えるような、なんていうのかな、カスタムパーツっていうのを作ってて、そちらの方も今回展示販売してもらえるってことなの で、あとは、おなじみ、リックスさん、リックスさんの、リキオさんとサチエさんも、まあ、自走で参加してくれるみたいなので、当日はね、ご飯屋さんなんで何をしてくれるのかなっていうのは、まあ、ちょっとちゃんと決まってないんですけど、きっと、まあ、店頭前で、うちのバイス店の前でスモークのなんか食べ物とか作るって言ったかな、まあ、ちょっとちゃんと決まってないんで、まあ、リックスさんの、ご飯も多少食べれるようにはなってると思いますので、7月15、16、17の3連休、ご家族でもいいですし、バイクでもいいですし、あと遊びに来てくれると、楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。まあ、そんな感じで、今日はまあ、じゃあこのアロハシャツの方をちょっと着て、この前ちょっとフラッと走り行ったので、そちらの模様をじゃあちょっと見てください。お願いします。暑いね、今日。暑いですね。暑い。早くして。二人ともいいシャツ着てるじゃない。でしょ。ちょっと、今テンション低いんだけど。暑い。めちゃめちゃ長い。え？何時やと思う？今日何日よ。4月4日、ただいま13時、14時ぐらい。外の気温は多分これ、体感で言うと37、8度。あるよね。そんな日に、2人が新作アルファを着て登場してくれたので、ご飯食べ行こう。食欲ないけどね。え、食欲ないけどね。ちょっと、まあ、ということで今から軽く走り行こうと思います。
ちょっと暑すぎじゃない？やばいよね。まあ、ここからあと1時間頑張ろう。暑くない？めちゃくちゃ暑くない？やばいよね。バイク大丈夫？2人とも、まあ、なんとかなるか。パンヘッド、めちゃくちゃ熱くなった。やばいよ。とりあえず、1億でラーメン。